はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマちょっと告知的な感じでもあります。由美先生にそっくりゲスト講師のゆき先生です。それでは西荻フレンドリースクール師匠、今度見せてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、過去のね、YouTube でもたまに実はゆき先生って出てるんですけど、本当声がなんか似てるんですよね。自分でもびっくりしちゃって。これは一体どなたなのかという話を想像していくと、由美先生の妹さんということですね。はい、そうなんです。はい、そっくりなんですよ。そう、顔はそんなに、でも顔も似てるってみんなに言われるんですけど、うんうんうん、でももう声はそっくりなんですね。うん、で、やっぱり前もお話ししたように、うちはね、あの先生の家系なんですよ。はい、私の祖父母も小学校の途中学の先生で、で私たちの父母も先生だし、父は大学で、母は高校の先生だったんですけど、それで次に私たちが来るわけですよ。そしたらまあご多分に漏れず、私もこういうことをしてるんですけど、うちの妹のゆき先生も、はい、まあゆきちゃんって言ってるんですけどね、私と6つくらい違うのかな。はい、結構年離れてるんですよ。うん、であちらは父親の、私の父の専門を受け継いで、英語なんですけど、はい、うちの父は英文学だったんですけど、うちの妹のゆき先生は言語学で、まあ、言葉っていうか、それで最初は日本では慶応とか国際交流センターみたいなところで教えてたんですけど、まあ、ある時お話があって、アメリカ の, ノースカロライナ州の、はい、なんだっけ、 UNC っていう、チャペルヒル校の言語学で大きいんですよ、大学 で,、ね、でそこに入ってるうちにだんだん出世して、もう今プロフェッサーとかトップを張ってるんですけど、すよね、英語、日本語教育で、まあこの先生を知らない人はいないっていうぐらいになんかなってて、で面白いんですけど、やっぱり教師の家系だから、あの人あの人で、なんか学校かなんか の, 全学部で教えることの評価、ベスト10の中に入ったのかな。じゃ指導法で評価されたんですか。でなんかもらったみたいです。10万円もらったって言ったかな。あ、だからうまいんだなと思って、うんうんうん、それで毎年向こうのアメリカの生徒を、うんうん、日本語勉強してるね、学生の神田外語に、連携してホームステイして、うん、まあ、20人ぐらい連れてくるのかな。今も引率でね、たまたまこの夏とかの時期に、ね、うん、毎年帰ってくるんですよね。はい、それで最近は、はい、帰ってきたらボランティアでうちの学童のね、プリムスアカデミーの水野先生の授業を取ってる人に関しては、はい、小学生たちにね、小学生たちにボランティアで、はい、なんか無料で教えてあげるとか、その代わりもご飯食べさせてあげたりするんですけど、ね、そうだけど今年なんかはすっごい人気があって、もううちのゆきちゃんが来たら、あ、ゆき先生が来たとか言って、でとうとう一人は英検受けるっていう都合もあって、はい、オンライン、アメリカに帰ったもオンラインで帰った後もね。で、じゃあフレンドリーでつなぐからっつって、何時がいいかったら、うん、じゃあ10時11時なら自分は、うん、寝る前だからいるからっつって、ちゃんと来るんだよって、ね、そう、火曜日の11時かなんかに、うん、8月中は火曜日の11時にオンラインでつなぐことにして帰っていくぐらいすごい評価で、何がまたすごいかっていうと、どうしてこの YouTube に登場するかっていうと、はい、うちのゆきちゃんはただ先生をしてるだけじゃなくて、ノースカロライナにホンダってあるんですよ。ホンダの有名なんですけどね、だからそこに日本人の、まあ、技術者とかそういうのが結構来るんですよ。でも家族連れてくるから、滞在法人の方々が、そう、家族連れてくるから、はい、そこの子どもたちはやっぱり現地校に入っていくんですよ。だけどやっぱり日本の学校と現地校とではシステムが違うし、
でそういうのの通訳とレクチャーに借り出されてるんですよ。だからすごく向こうの学校教育とかいろんなことに精通してて、まあもちろん子供だから私のメインなんかもアメリカで大学までちゃんと出てるので、やっぱりすごく詳しいっていうことですね。でやっぱりうちのゆきちゃんの話で、まあ、いろんなこと聞いてはいたものの、私がびっくりしたのはアメリカの大学に行こうと思ったら、確かにね、国立っていうか UNC なんて公立なのに年間400万、年間400万、年間ですもんね。そう、それ書き用意してくれ、はい、1600万ないとアメリカの大学は卒業できないんですよ、はい、知られざる学費の話とかもいろいろ教えてくれますよね。で、よく聞く話は、だからなんでみんな海軍とかいろんなところに行った後に大学行くっていう人が いるのに、なんでわざわざと思ったら、結局海軍とかそういう軍に国に貢献するとか貢献して、な、うん、2年とか1年とか貢献すると大学の費用全部賄ってくれるとかね、うん、だから結局まあ日本で勉強してて、まあいろいろね、じゃあインターに通って何をしても、じゃあアメリカの大学、アメリカに大学に行くのにはどうするのかなったら、そうですよね、1600万から1800万、それに滞在費、生活費がないとアメリカの大学には行けないっていうこと、うん、だそういった、その案外調べてもすぐに出てこないような現地の事情とかもよく知ってる。そうですね、あと現地に滞在する日本人の家庭が遭遇するさまざまな出来事もたくさん知っているっていう、ね、そうなんです、結構ね面白いっていうか、うん、でまあ、教育系を、ね、テーマに続けている YouTube なので、まあ、関連性はあるなということ でこのフレンドの YouTube もやることになりました。そうで、はい、なんかねタケノコとかいう、はいはい、教室作ってね、まあ、そうもられるのでね、幼児教室ゆき先生も始めてる、ね、そうで、この間なんかねサルカニ合戦だったかなを、そこのタケノコでやったらしい。劇ですか？うん、劇をね、はい、でもうちのフレンドリーのやり方にそっくりで、へーとか、うん、もっとおかしいのが、すごくね、でもそう言われればそうかなと思ったんだけど、ああいうところのリトミックとか、それで実際に先生がピアノを弾いてリトミックしたりするところってあまりないんですって、うん、アメリカとかあっちの、うん、そうなんだ、でこう現実に弾いてですよ、はいはいはい、これでうちのじゃあテープとか、あ、CD とかじゃなくてね、うちのゆきさんが何を言ったかって言ったら、うん、本当に私はね、まあババってよく言うんですけど、うん、うちの母ですよね、はい、にピアノを小さい時に習わせてもらってありがたかったってこんなところで使うとはね、自分は思わなかったって言ってるぐらい、うん、なんかやっぱりアメリカと日本って随分事情違うなってね、はい、思いましたのでね、本当にね、やっぱり由美先生もテーマだけあればね、ひたすら喋ってくれるんですよ。由美先生もそうなんです、由美先生もいくらでも喋れるんですよもう、はい、それが私とそっくりな声なんで、あれとか思うかもしれませんけど、あれと思うけどぜひ間違えないで、はい、由美先生よりも早口でちょっと声が高い、だから例えばそう、ね、そう編集してる時にちょっと動画の、ね、再生速度遅くすると由美先生っぽくなるんですよ。あそう、面白いの、あの人も早口かもしれないですね、ちょっと早口でね声高いというね、はい、でまあ、実はね過去の動画でも何回か出てるんですよ。アメリカの大学の事情とか、向こうの学生さんの夏休みの事情だったりとか、あと留学に際しての注意点とかね、結構ね聞いてると面白いんですよ。そうですね、そうで例えば小学校受験で行き詰まったタイミングとかでふと息抜きに聞いてみるのもいいかもしれません。うちの子将来海外行くかもしれないしとかね、もあるかもしれないので、だからやっぱり面白いですよ。日本でインターに通ってる人たちのつまずきっていうのが結構あって、うん、そういうのって塾でどこでも教えてくれないから、結構うちのゆきちゃんの知り合いでこっちに留学してる子がいるんで、そういう方に頼むとプレゼンテーションみたいな英語のプレゼントとかも指導してくれたりするからね、うんうんうん、まあそういうのも、まあ、で来年はね、来年は来年か再来年には今度はフレンドリーでツアーを組んでね、うんうん、ノースカロライナに合宿しようかなっていう、なるほど、案も、はい、一軒家がね、まるまるいい一軒家があるんですよ、あそうなんだ、自分の家以外に、はい、だからそこを使ってね、留学を
まあね、サマーキャンプ、サマーキャンプとか、うん、いろんなところ申し込んで、うん、来年は一人行く人がいるんで、はいはい、再来年ぐらいに考えようかなっていう、はい、だみんなもやってくれやってくれって言うから、うんうんうん、その頃にはまあその子たちも4年5年になるからね、はい、そういう企画もちょっと考えてるんです。なるほど、うん、分かりました。ぜひ ね、面白いでも、もうすでに何本か収録したんですけど、面白いですよ、うん、なかなか。なかなか面白いんだよね、この人の話は。そうそう、だから、例えば今、アメリカ住んでますとか、海外のね、ヨーロッパ圏住んでる人とかも、参考になると思いますよ。どうやったら我が子に日本語をその触れさせるかとか、そういったヒントの話もたくさんしてるので。言語学なんでね、うん、言語だから。そうそうそう、教材のね、入手の仕方とかも含めてね、いろいろと。楽しくお話してくれてるので、ぜひ聞いてみてください。なんかね、お困りのことがあったら、うん、それこそゆき先生との相談会のおつなぎをしますので ね、うん、そうですね、海外にいらっしゃる方も悩まず言っていただければ、ぜひぜひつなぎをしますので、はい、そうですね、うん、来週以降ちょっとずつ動画が公開されていくと思うので、はい、お楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。はい、それでは教室からのお知らせです、フレンドリースクールでは体験授業を受付をしております。また子育て幼児教育相談会も平日土曜日に行っております。先ほど由美先生が言った通りで、ご指名いただければ由紀先生におつなぎすることもできます。来年海外赴任が決まっています、現地でのその教育等について何かどういうふうに準備すればいいでしょうかであったりとか、逆に、今海外で、赴任先で滞在しているんですけれども、まもなく日本に戻ってくる予定です、帰国に際して何か、準備と気をつけることありますかとか、いろいろあると思うんですけれども、ご相談いただければそれもお答えできるかなと思いますので、よろしかったら連絡いただければと思います。はい、連絡先です。電話番号0333900750番、メールアドレスはご覧の通りです。今日ちょっとね、番外編的な感じでやっちゃいましたね。はい、ということで、引き続き西荻フレンドリースクールでは幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。お気軽にお送りいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。